猿東赤は、韓国在住の脱北者。脱北に関する虚偽の証言を行った。1982年、平安南道海川市にある国家、安全保衛部管轄の第14号管理所内の完全統制区域に収容されていた表彰結婚した男女から誕生。生まれながらに囚人生活を始めることとなる。表彰結婚という制度は強制収容所で、 労働功績を残した未婚の男女が年に数回、無作為に選ばれ、一週間程度一緒に暮らす。ここで生まれた子供は強制労働の労力としか、見なされないため、収容所内での学校では、アメリカ合衆国の存在は愚か、地球が丸いのか平らなのかも教えられず、北朝鮮では、常識的に教えられる、金正日や金日成という存在も教えられず、足し算と引き算、 労働に必要な単語しか教育されなかったと著作や TV 出演で述べている。著書の役者であるリヒロシュは彼が携わった肉体労働やミシン修理工に関する語彙は専門的であるが日常的な会話で出てくる気持ちを表す単語の語彙が乏しかったと彼の著書の前書きに記している。1996年に母と兄が脱走を企てるが失敗。 まだ13歳だった彼にも激しい拷問が加えられ、7ヶ月間近の秘密監獄で過ごす。後に母と兄は目の前で公開処刑されている。2005年1月収容所から脱出。北朝鮮国内を北上し、2月にトマン港を渡り中国へ脱北。中国国内を転々としていたが、2006年2月、 上海の韓国領事館に入り、身柄を保護される。2006年8月に韓国入国。現在はソウル市在住。現在も彼の体には拷問で傷つけられた跡が残り、精神的にも強度の PTSD もあり、韓国一般社会に馴染めずにいるが、海外での強制収容所の証言講演活動や、ボランティア活動を行っている。2015年1月、 自伝の協著者に自身の証言に虚偽があったことを認めた。新氏は、はじめ、14号収容所から脱出したと証言していたが、後に脱出したのは14号収容所ではなく、移送された18号収容所だと訂正している。ありがとうございます。